どうも、圭介です。まだまだ片付いてません。日本に引っ越してね、戻ってきていろんなものをこうね、荷物入れていって、で改めてこういろんなものを見直す機会に恵まれました。まあ、ある意味僕にとっては改めて新生活みたいな感じになってるんですけども、ここいらで1万円以下で買える、自分の生活を変えるようなガジェットものを紹介していきたいと思います。結構ねこの企画たまにね、1年に1回ぐらいはねやったりするんですけども、やっぱいろんなものを見返すと、うわこれコスパめっちゃいいわ、というか1万円いかないぐらいで買えるのにめちゃくちゃ便利だというアイテムたくさんありますので、ぜひ身の回りのものを見返す機会として見ていただければ嬉しいなと思います。早速いってみましょう。はい、どうで、改めまして今回は1万円以下で買えちゃう、生活を変えるようなガジェットものを紹介していきたいと思います。でも早速まず一つ目紹介していきましょう。早速なんですけど、こっちのアイテムですね。はい、僕はこうなんか謎の位置に置いてあるんですけども、こちらです。こちらですね。はい、これ Amazon Echo です。まあみんな知ってますよね。Amazon Echo、 Alexa っていうと大体わかるかなと思います。今反応しちゃったかな。これはまあ言うならスマートスピーカーなんですけども、結構スマートスピーカーあんまり活用の仕方わかんないって人も多いと思います。で僕もねその一人で、別にスマートスピーカーで何かしたいかって言われるとそんなに大きくあるわけじゃないんですよ。ないんですけど、これねスピーカーとしての機能がめちゃくちゃ良くて、まあシンプルに音がいいっていうのもあるんですけども、僕普段 Spotify とつないでいて、でこれね Bluetooth スピーカーと全然違うところなんですけども、Bluetooth スピーカーはまあこれはね、要はスマートフォンとつないで Bluetooth でスマートフォンの音をこっちから流すというものなんですけども、こういうスマートスピーカーの場合って Wi-Fi でつないであるんですよね。なので Bluetooth でつないでるわけじゃないので、その情報だけを送ってるんですよ。ちょっとややこしいかもしれないんですけども、要するにスマートフォンの音と連携してないので、例えばスマートフォンで YouTube を見ながら BGM をこっちで流すってことができます。わかります？これ結構便利で、お部屋の音楽ちょっと流しておきながらで、自分で、ね、YouTube 見たりとか、ちょっと休憩中に他の、ね、コンテンツ見たりとかしたいって人もいるかもしれないんですけども、こういう Bluetooth スピーカーだとどうしてもスマートフォン使うとそっちの音に引っ張られて止まっちゃうみたいなことがあります。そういうのがないのがこのね Amazon Alexa のシリーズですね。スマートスピーカーの魅力です。もちろんこういうタイプのスピーカーっていっぱいあるんですけども、その中でも手に入りやすくて、かついろんな形があるっていうのがこのね Amazon Echo のいいところです。まあ、僕の場合はこのね Amazon Echo シリーズを3つぐらい置いてあって、この Echo と Echo Dots ってやつと、あと Echo Show ってやつね、3つ置いてるんですけども、3つから同じ音楽をこう鳴らすっていうこともできるし、まあいい感じに置いて本当まんべんなく音を届けるってこともできるんで、音楽をもっと気軽にね、ずっと流しておきたいよって人にはかなりおすすめです。まあ、ドッツとかであれば本当ね1万円で 2,3 個買えちゃったりすると思いますので、まあ、ぜひ気になった方は買ってみてもらえればと思います。まあ、そのうちねスイッチボットとかと連携してちょっと電気をつけたりとか、そういうのも設定しようかなと思ってるんですけども、今のところはスピーカーとして使ってます。ということでまず1つ目はこちらの Amazon Alexa Echo シリーズでした。お次2つ目、ちょっと散らかってて申し訳ないんですけども、2つ目も Amazon の商品なんですけども、こちら Amazon の Fire Stick TV、 これめっちゃいいです。まあ、これ知ってる人も多いと思うんで、持ってる人もたくさんいるかもしれないんですけども、これは要はテレビとかにつけることによって、まあリモコンで Netflix とか Amazon プライムビデオとかそういうのが見れるようになるデバイスです。で、まあ、僕の家の、ね、もうテレビは最初から入ってるというか、もうテレビ自体がインターネットにつながっていて、Netflix とかそういうの見れたりするんですけども、これが活躍したのは僕海外に住んでる時ですね。海外に住んでる時とか旅行の時、ちょっとしたタイミングで Netflix 見たいなって思った時に、海外とかだと英語じゃないですか。なんで日本語で Netflix 見たいなと思ったらこれが必要なんですよね。これでもう日本語で Netflix が見れると、サクッと、しかもログインしてあるみたいな感じ。もちろん海外だけじゃなくても日本のね、旅行とかでもやっぱテレビが、まあ、Netflix とかつながってないっていうパターンも多いので、まあ、これ本当にさ荷物にならないから旅行に1個持っていっとくと、それこそ旅行先で、いろんなコンテンツを見れるっていうのがすごく便利だなと思っています。まあ、パソコンでええやんって人もいるかもしれないんですけども、結構旅行先でねテレビで落ち着いてみたいっていう時も僕はあるんですよね。パソコンで見ちゃうとどうしても作業しながらとかねやっちゃうので、そうではなく大きい画面で見ながら、ゆっくり休みながら見たいなっていう人にはすごくぴったりのアイテムなので、ぜひ使ってみてくれると嬉しいなと
思います。ということで、おすすめのアイテム2つ目がこちらの Amazon Alexa、 Amazon Alexa じゃない、 Amazon の Fire Stick TV でした。で、3つ目もね、ちょっとインターネット関連なんですけども、あっちにあります。よいしょ、まだちょっと引っ越しで散らかってるんですが、こちら、はい、これ TP-Link のこちらメッシュ Wi-Fi ってやつです。これめちゃくちゃおすすめ。ワンルームの人とかはあんまり使わないかもしれないんですけども、まあ、2部屋以上あるとか、1、2階分かれてますよっていうお家にはこのねメッシュ Wi-Fi っていうシリーズめっちゃおすすめです。まあ、このね僕の持ってるタイプではないんですけども、デコ M4 っていうタイプのものが、安く買えます。2つ合わせて9000円、1万円いかないぐらいですね、で買える感じです。まあ、調べてみたらこのデコ M4 っていうのがやっぱ安いので、ちょっと下のモデル Wi-Fi 6に対応してないっていうものになってるんですけども、まあ普通のインターネットサーフィンをする分には問題ないかなっていう感じです。で、このメッシュ Wi-Fi あんまり知らない人も多いかもしれないんで、ちょっと補足しておくと、このメッシュ Wi-Fi っていうのは、もうお部屋というかお家全体を Wi-Fi で埋めるというものになってます。例えばうちだとここにねルーターがあるんですけども、この一つだけだと下の階まで電波が届かないんですよね。なので、だいたい今までだと中継機っていうのを使います。ここから出てる電波をこう中継して増幅させるみたいなね、機械を使ったんですけども、そうではなく、ここにメッシュ Wi-Fi っていうのをつないでおいて、もう一つ僕下にねメッシュ Wi-Fi 同じのがあるんですけども、この X60 とか2個置いておけば、どっちもが親機みたいな感じで電波を発してくれるので、上の階で使うときにはこっちの上のルーターにつながって、下の階で使うときには下のルーターにつながるみたいな感じで、自動的に切り替わります、使うルーターが。しかも、Wi-Fi の ID とかパスワードっていうのは同一になっているので、どこに行っても自動的に切り替えてくれるので、もう本当にシームレスにどのお部屋でも綺麗に使えるっていうのがこのメッシュ Wi-Fi のいいところです。僕はすごく気に入っているので、結構おすすめなんですけども、まあ、動画とかアップロードしたいよって方はこのね X60 とか僕の使っているモデルはおすすめで、そうではなく、まあ、ネット見るだけとか、あとは Netflix 見たいよっていう方は、そういう方は、さっきご紹介した1万円以下のね M4 とか一回使ってみるといいのかなと思います。まあ、僕もねうちの実家とかに置いてあるんですけども、やっぱ実家とかだといろんな扉があってなかなかね電波が到達しないっていうパターンもあるので、そういう方はぜひね使ってみてくれると嬉しいなと思います。ということで、おすすめ3つ目がこちらのメッシュ Wi-Fi でした。ケイスケの動画、ほい、サクサクいかないと全然進まないですね。次おすすめしたいのはモバイルバッテリーです。こちら CIO の、僕はモバイルバッテリーを使っています。 CIO のスマートコビーシリーズですね。スマートコビープロってやつ、今は僕のこの形じゃなくて多分スリムのタイプがね売ってるのかなと思うんですけども、それでもいいです。で、モバイルバッテリーね、適当なもん使ってるでしょ。結構適当なもん使って昔買ったやつをずっと使ってるって人も多いと思うんですが、僕はねモバイルバッテリー結構こだわった方がいいと思っていて、特に CIO のとかやっぱアンカーとかどっちかがいいなと思ってるんですけども、僕は CIO の使ってるのはこれね、このサイズで1万ミリアンペアなので、まあ、iPhone2 回ぐらい充電できますよっていうのプラス、ここの出力が 35W ぐらい出るので、スマートフォンとかめちゃめちゃ急速充電できるし、なんならパソコンとかも充電することができます。これが強み。結構下手なモバイルバッテリーとかだとすぐ充電がね下手っちゃったりとか、あとは充電も遅かったりとかするんですけども、こういうちゃんとしたモバイルバッテリー使ってるとそういうね不便さが全然ないので、ぜひ使ってみてほしいなと思います。それこそスマートフォンとかだったら本当に10分15分ちょっと盛りすぎか、2、30分充電しておけばもう 70% ぐらい充電できてるぐらいにね、速度速いはず、ちょっと計算してないけどちゃんと測ってないけども、そのぐらい速いはずなので、ぜひモバイルバッテリー適当に使ってるよって方は使ってみてほしいなと思います。ということで、おすすめ4つ目がモバイルバッテリーで、5つ目は充電器とケーブルです。これも結構大事で、充電器も割と適当なもの使ってる人が僕は多いと思うんですよ。で、僕が使ってる充電器はまあいろいろこの前紹介したね CIO のこちらのね、よいしょ、はい、この、ポラレスキューブデスクってやつも使ってるんですけども、これにつないで僕は、MacBook Pro を充電できるようにこちらのアンカーの 120W のものを使ってます。で、このあんまり知らないワット数っていうもの、このワット数がやっぱ大きくないと、充電が全然早くならないんですよね。で、大体このワット数っていうのは充電器によって決まっているので、
まあ、例えば MacBook とかだったら 65W とか、下手したら 97W ぐらいないと普通に充電できないんですけども、まあ、120W 出せる充電器であれば綺麗に充電ができます。これを間違って 30W の充電器とかで、充電しちゃうとなかなか充電もされないし、下手なものを買うと、まあ、火が出ちゃったりとかそういうのもあるので、本当気をつけてほしいなと思っています。充電器はやっぱアンカーか、さっきも紹介した CIO のものが好きで、僕はいつもおすすめするのはアンカーは結構大容量のもので、CIO はちょっと中小容量のものがいいかなと思っておりますので、MacBook とか使いたい人はぜひアンカーのもの、もうスマートフォンしか使わないよって人はちっちゃいね、CIO のものがいいんじゃないかなと僕は思っております。で、ちなみにケーブルもこちらのね、アンカーのパワーラインフロー3だかな、これめちゃくちゃおすすめで、もう絡まないし全然断線しないので、これも超おすすめです。ぜひ買ってみてください。ということで、おすすめのアイテム5つ目がアンカーの充電器とケーブルでした。まあ、ちゃんとした充電器とケーブルね、はい、続いておすすめのアイテム6つ目がイヤホンですね。はい、こちらファイナルの E2000 っていうイヤホン、これもねもう 2,3 年ずっと僕おすすめしてるんですけども、これめちゃくちゃいい。これね2,000〜3,000円ぐらい、2,000円かなぐらいで買えるイヤホンなんですけども、何がいいって、まず音質普通にいいです。プラスこの耳に入れる部分、ここはちっちゃいんですよ。で、今更有線のイヤホンとか思うんですけども、僕は基本動画編集に使っていて、動画編集に使うときにここの耳の部分がちっちゃい方が全然疲れないんですよね。もう本当に密閉性もいいし、全然ずっとつけても疲れないし、プラス音もいいということで、もうずっとこれを編集用に押してます。他のね E500 とか E3000 とかね、いろいろあるんですけども、 E2000 ぐらいが、まあ、値段的にもね結構ちょうどいいかなと思っていつもおすすめしてますし、まあ、音質も本当に良いです。結構動画編集やるのをヘッドホンとかワイヤレスイヤホンとか使う人もいるかもしれないんですけども、やっぱワイヤレスイヤホン使ってると今でも本当にちょびっとだけラグとか感じたりするし、あとはヘッドホンだとやっぱ頭が重かったりとか、音質が良すぎて逆にいろんな音聞こえちゃうとかあったりするのが、ちょうどよく音も良すぎないっていうのは僕はね気に入っていて、視聴者さんとね、まあ、実際に動画を見てくれてるみんなと大体同じような環境を再生できてるんじゃないかなと思って、これでね編集しています。まあ、やっぱ動画編集って時間がかかるので、とにかくこう疲れない、イヤホンずっとつけても疲れないようなイヤホンがいいなと思ってこれにたどり着いて、もうこれは3年以上使ってるので、僕みたいに動画編集する人とか長時間イヤホンつけたいよって人は本当におすすめです。ぜひねファイナルの E2000 使ってみてください。ということで、おすすめのアイテム6つ目がこちらのファイナルの E2000 のイヤホンでした。で、続いてがカメラ系のアイテムなんですけども、 SD カードとカードリーダーですね。はい、 SD カードとリーダー、あれ入っていないぞ、よいしょ。まあ、SD カード、皆さんもね1回は使ったことあるし、カメラやってる人なら絶対使っていると思います。で、僕も何個も持ってるんですけども、特に動画やる人におすすめ、まあ、写真大量に撮る人もそうなんですが、おすすめなのが、プログレードの SD カード。僕が持ってるのはコバルトの SD カードなんですけども、これのゴールドの SD カードなら1万円以下で全然買えちゃっておすすめです。で、何がおすすめかっていうと、このプログレードのゴールドの SD カードってカメラから SD カードへの書き込みは、まあ、普通速いぐらいの速度なんですけども、 SD カードからパソコンに移す時の速度がめちゃくちゃ速いよっていうのがこの SD カードの特徴です。で、この規格を UHS-2 って言ったりするんですけども、この UHS-2 になってから本当に SD カードからパソコンに送る速度めっちゃ速くなったんですね。まあ、例えば昔とかだったら本当10分20分ぐらいかかるような動画素材が、この UHS-2 の SD カードだと本当に2分とか 1,2 分で終わっちゃうぐらいね、本当にそのぐらい速いです。で、こう使ってる人ならわかると思うんですけども、あの5分めっちゃ無駄じゃないですか。あの5分10分無駄なんですよ。データ転送に使ってる時間が一番僕は無駄だと思っていて、で、僕みたいに動画編集を毎日のようにするってなると毎日転送するわけですよね。そうすると毎日5分10分削られる、それが1年とか10年とかそういう風になっていくと、本当もう何百時間削れるみたいな話になってくるんで、本当にねちょっとバカにできないなと思っています。なので、めちゃめちゃ本格的に動画撮るわけじゃないよっていう人も SD カードはぜひねちょっとこだわってみてほしくて、まずはプログレードのゴールドの SD カードから入るのがいいかなと僕は思っています。で、プラスして SD カードリーダーですね、この UHS-2 の速度を体感するためには SD カードだけじゃなくて SD カードリーダーもおすすめなんですよ。で、僕がね使ってるのは同じくプログレードの SD カードリーダーを使っているんですが、まあコンパクトなところで言うとこちらのタイプですね。
このタイプがマイクロ SD と普通の SD カード1枚ずつ入って、まあ、ケーブルもいらないっていう感じでかなり便利です。まあ、5,000円ぐらいで買えるんで、ぜひねこっちの SD カードリーダーも買ってみてほしいなと思います。まあ、ちなみにもう少し安いので言うとサテチっていうメーカーの SD カードリーダーめっちゃ安くて、それも僕昔使ってました。なんかねちょっと壊れてしまったんで、今はどっちかっていうとやっぱね SD カードリーダーメーカーのプログレードの SD カードリーダーをおすすめはしてるんですが、まあ最初値段を抑えたいよって人はこのねサテチの SD カードリーダーもおすすめなので、ぜひ使ってみてほしいなと思います。ということで、おすすめのアイテム7つ目が SD カードと SD カードリーダーでした。さて、あと4つ生活系のアイテム紹介させてください。ケイスケの動画。はい、おすすめのアイテム8つ目はなんとこちら。これ何かわかりますか？これ腹筋ローラーなんですよ。腹筋ローラーめっちゃおすすめしたいです。僕ね今毎日やってます。腹筋ローラーっていうとね、こういう形のもの想像しますよね。これ想像するんですけども、それのハイテク版を僕は使ってます。ちょっとねどんなメーカーか忘れちゃったんで、リンクはあの概要欄に貼っておくんですけども、このね腹筋ローラーでも最初は確かにいいです。これでも全然ねいいんですけども、これとかだと、まあ、ちょっとちっちゃくて壊れやすそうっていうのと、安定しないのと結構力使うんですよね。でそういうのもあるんですが、こっちのねこのすごい強そうな腹筋ローラーですね、これはあのなんと電動になってます。はい、ここによいしょ、こうやって、まあ、腕ついてやるんですけども、おい、こうやってやるとここのメモリがちゃんとカウントしてくれるんですよ。よいしょ、ほらこんな感じでカウントしてくれるんですよ。でしかもこのローラーの部分、はい、このローラーの部分が結構ね太くなってます。なので床を傷つける心配がないよっていうのもそうだし、あとはちょっとねこうアシストして戻してくれる機能があるんですよ。ちょっとまだ腹筋自信ないよって人はこう奥まで押した時に少しだけ戻してくれるっていう力がついてくるので、なので初心者にも扱いやすいっていうのがあります。でシンプルに腹筋ローラー痩せます。僕も一時期腹筋ローラー毎日、まあ、今もねやってて、今もデイリー30回ぐらいはやってるんですけども、腹筋ローラーやっていると本当ね僕昔は3ヶ月ぐらいで8キロぐらいかな痩せました。やっぱ今って結構家で仕事することも多いし、こうリモートの作業とかそういうのも多くなってきて、なかなか運動の機会っていうのも減ってるじゃないですか。でもこの腹筋ローラー本当に全身運動なんで、カロリーもだいぶ消費するし腹筋もめっちゃつくっていう感じで、本当いいことずくめなんでね、きつい以外はいいことずくめなんで、あのぜひ腹筋ローラー買ってみてほしいなと思います。でやっぱちょっとねちっちゃい腹筋ローラー買うよりもこういうなんかメカメカしい腹筋ローラーの方がやる気が出るじゃないですか。なのであのぜひこっちのね腹筋ローラーの方をおすすめしたいなと僕は思っております。気になる方はぜひね買ってみてください。ということでおすすめのアイテム8つ目がなんと腹筋ローラーでした。はい、次おすすめのアイテム9つ目がこちらの温度調節できる電気ケトルです。これやっぱおすすめというか、みんなに僕はコーヒーを楽しんでみてほしくて、これだと自分で温度を指定して、沸かすことができます。100度じゃなくて例えば60度から、もう本当に1度刻みで100度まで選ぶことができて、僕はだいたい普段は、90度から95度ぐらいでコーヒーを入れることが多いです。しかもこのね僕の持ってるヤマゼンの電気ケトルっていうのは温度をキープする機能っていうのもついてるので、まあ、ちょっとドリップに時間かかるよって時でも、全然この温度のままキープしてくれるという機能もあったりします。で温度調節できると何がいいかっていうと、まあ、コーヒーがいつも一定のね温度で入れられるっていうのもあるんですけども、例えばママさんとかだったら、ちょっとしたミルクぬるいお湯でやりたいんだよなっていう時に60度で沸かしておいてそこでちょっと冷まして使うとかそういうこともできます。まあ、結構沸かしちゃうと哺乳瓶痛めたりとかすると思うし、あとはまあ冷ますのも大変だったりするかもしれないんで、そういう時に自分の調節したい温度で、まあ、ちゃんと決めながらできたりとか、あとはお茶飲む人もそうですね、もう少し低い温度で抽出したいよって時にかなり便利です。特にこの電気ケトルは結構注ぎ味もかなり良くて細口で注げるし、まあ、お湯も大量に入るので本当におすすめです。まあ難点を言うとカップラーメン食べるときにめちゃめちゃ大量にバーってお湯入れることができないってぐらいが、まあ、難点だったりするんですけども、まあそのぐらい我慢ですよねそのぐらいはいいでしょう見た目的にもおしゃれなので、まあ、普通のケトルを置くぐらいだったら僕はこっちを推奨します。100度でも沸かせるし、ぜひ気になる方は買ってみてください。ということでおすすめのアイテム9つ目が電気ケトルでした。温度調節できる電気ケトル。
はい、ということでお次おすすめのアイテム10個目がこちら、ハスキーっていうメーカーのマグカップです。これ超おすすめ。これ何かっていうと持ち運びできるマグカップですね。なんでこれにコーヒーとか入れて僕持ち歩くことが多いです。で蓋もついてますちゃんと、はい。まあ、これこうやって蓋をすると全然こぼれなく持ち歩けるよっていうのが、まあ一個ね強みではあるんですけども、プラスこのね、まあデザイン可愛いよね見た目可愛いっていうのもあるんですが、この周りの部分がデコボコしてるんですよ。でそのおかげで中に熱いものを入れても手で全然熱くなく持てるっていうのが一個強みです。こうやってね、こうやって持っても全然熱くないの。もう熱々のお湯入れてもこうやって全然持てちゃうみたいな、それがすごくこのね、持ち歩き用のマグカップのいいところです。僕がこれよく使うシーンで言うと、まあ、家の中でも全然ねこのデザインだったら使えるなと思って家の中でも使ってるし、プラス外に持ち歩くとき、例えばキャンプとかね、そういうときにもコーヒーとか入れるときにこれね持ち歩いたりしてます。やっぱ冷ましたくないなっていう時にこの蓋があったりとかするのもめっちゃ便利だし、まあ、飲むここの口の部分もすごくなんか薄さがちょうどいいというか飲みやすい構造になってるんで、ぜひ買ってみてほしいなと思います。しかもこれ 100% リサイクルなんじゃなかったな、確かそういう感じでおすすめされたんで買ったんですけども、本当にそれ見えないぐらいスタイリッシュなデザインで僕は超気に入っています。多分2024年買ってめっちゃ使ってるアイテムの本当5本指に入るぐらい使ってるアイテムなんで、なかなかねこう使うシーンが思い浮かばないとね、使わない人もいるかもしれないんですけども、家でも外でもずっとどこでも使えるアイテムってことでおすすめさせてください。さっきも言った通り僕はオーストラリアで買ったんですけども、Amazon とかでちょっと違うタイプのものを買えたりするし、公式サイトとかでもね買えたりするので、ぜひね買ってみてほしいなと思います。ということで、おすすめのアイテム11個目がハスキーのこちらのマグカップでした。ラスト1つ最後の1つは植物たちです。植物買ってほしい。特に僕がおすすめなのはモンステラとかゴムの木、最近買ったんですけども、この辺おすすめですね。これね2つ合わせて5000円ぐらいで僕購入しました。多分ちょっといいところでもモンステラ1個で、まあ、7000円とか5000、7000円ぐらいで買えるんじゃないかなと思います。で植物おすすめな理由としては、やっぱ植物がちょっと1個お部屋にあるだけでちょっとまずおしゃれに見えるね。まずおしゃれに見えるっていうのもあるし、あと元気もらえます。こういうなんか植物の元気っていうのがなんかあるんですよね。これちょっと伝えづらいんですけども、そういうのがあったりするんで、こう何かを大事にするっていうのはすごく僕は大事なことだと思っていて、植物を普段からめでるっていうのをまあ日課にしています。後ろの方にドラセナもありますね、はい。で植物とかよく枯らしちゃう人いると思うし、僕もね枯らしたことあるんですけども、まあ、モンステラとかゴムの木っていうのはあんまり水をやらなくてもいいというか、水をやりすぎるとむしろ枯れちゃうので、この土が乾いたらもうあげて、で下の皿のお水かをパッと捨ててあげるというので、もう本当に3日か4日に1回とかそのぐらいで全然水は大丈夫です。もっと1週間に1回とかでもいいかもぐらい、うん、そんな感じで全然いいし、サンセベリアとかパキラっていうね植物あるんですけども、それもうちにあるんですけど、それとかだともう本当に全然あげなくても全く枯れないみたいな感じなので、もう本当にもうどうしてもこう自分が育てるのねちょっと自信ないよって人はパキラとかサンセベリア買ってみるといいかなと思います。でしかも植物とか1個あるとこれねカメラマン視点になるんですけども、ちょっと前ボケに入れられるんですよ。こういうのがね少し前ボケに入るだけで本当ね雰囲気が変わったりするので、まあ、お家自体をおしゃれにするっていうのもあれば、お家の撮影をおしゃれにするっていうのにも使えるので、ぜひ植物たちは買ってみてほしいなと思います。ということで、おすすめのアイテムラスト1つが植物たちでした。ケイスケの動画、はい。ということでいっぱい紹介してきました。もうねいっぱい喋りすぎて口が全然回らないです。もう眠たくなってきちゃいました、はい。でも、今回ご紹介したアイテムは全部1万円以下で買えるアイテムで、少しいつもと紹介しているものをちょっと変えながら喋ってみました。最近はね本当インテリアとかお家のものっていうのがすごく興味が出てきたので、まあ、本当に自分の気分が上がるようなアイテムをね揃えるようにしてるんですが、その中でもやっぱ植物とか、まあ、コップとかですね、そういう本当に普段から使うような本当に普段から目に入るようなものをアップデートしていくと結構こう気分から変わっていって作業効率とかも上がったりすると思います。なのでですね、ぜひいやこんなんで生活変わんないやろと思わずに1個ね試しに入れてみると一気にガラッと変わったりすると思いますので、ぜひ興味のあるものがあれば買ってみてほしいなと思います。今回のご紹介したアイテムは概要欄に全部貼っておりますので、ぜひ気になったものがあればチェックしてみてください。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。
また写真動画好きのコミュニティ屋根裏もやっておりますので、ぜひ興味のある方は入ってくれると嬉しいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。